96式艦上攻撃機空母加賀所属の96式艦航96式艦,96式艦上攻撃機は日本海軍の艦上攻撃機96艦航94艦上攻撃機として中島、三菱、空気省の3社が競争試作し空気省制のものが96式艦上攻撃機として採用された海軍における記号は B4Y アメリカ軍によるコードネームはジーン。 96艦航とかが成功策とされる13式、艦上攻撃機の後、その後継機たるべき89式艦上攻撃機、92式艦上攻撃機が、いずれも不満足なものであったことから、海軍当局はさらに、旧式艦上攻撃機として、空冷発動機を使用した複用艦航の競争施策を中島、三菱に命じ、また空議省にも施策を指示した。結果としては、 中島製、三菱製の機体に強度不足などの問題が残ったため、94式、水上偵察機の主翼構造を利用するなど最も堅実な設計だった空気小製の機体が1936年11月に96式艦上攻撃機として正式採用された。本機はハフバリ服用固定脚機であり、上翼はパラソル配置である。機体の中央部に、 個別の三座席が設けられ、開放式風防となっている。座席は、前より操縦員、偵察員、通信員用である、エンジンカウリングの直径を切り詰めたり胴体に、なだらかな曲線を採用するなど、機体各部の抵抗軽減に配慮していたことが、大きな特徴で、従来の艦上工芸機器と比べると性能面、運用面で大幅な向上が見られた。ただ、 いかに堅実で良好な性能を持つといっても時代はすでに全金属製、単用の高速機の時代に入っており、最高速度が時速 300km に満たない本機には活躍の場は限られていた。実際、本機よりわずか1年遅れて開発された低翼単用の重視環状攻撃機が成功したこともあって、本機の生産機数は約200機にとどまっている。 1937年に第二次上海事変が勃発すると、母艦部隊と基地航空隊に属する96式艦航が現地へ派遣され、主に地上攻撃に使用された。本来の来撃の機会には恵まれなかったが、パナイ号事件では水平爆撃によりパナイ号を撃沈した。その後、後継機の97式艦上攻撃機の配備と、共に次第に、 第一戦を退いた。その後も太平洋戦争初期まで、小型空母の搭載機、沿岸紹介、練習機として使用された。1942年6月6日、ミッドウェー海戦では、戦艦部隊に属していた法相から索敵に出た96式艦航が、自沈処分されたと思われていた飛竜が大破したまま、漂流しているのを発見し、飛行甲板に残る人々を写真撮影した。本機と、 ほぼ同時期に開発された同タイプの雷撃機としては、イギリスのフェアリーソードフィッシュがある。本機と比べると、機体サイズやエンジン出力は、ほぼ同じながら、最高速度をはじめとする諸性能は、ソードフィッシュの方が劣っていた。しかし、96観光が、対戦開始前に姿を消していたのに対して、ソードフィッシュは少なくとも、第二次世界大戦前期には、それなりの戦果を挙げている。これは、 機体の性能の優劣というより、ヨーロッパ戦線と太平洋戦線の戦闘のあり方の相違によるところが大きい。ソードフィッシュが相手にしたのは原則として、戦闘機の援護を持たない、独位艦隊であり、正規の機動部隊同士が対峙する、太平洋、インド洋の戦場においては、副用観光の出番はなかった。ありがとうございます。